今日はですね、2017年11月の26日0時54分です。よろしくお願いします。一人でずっと喋ってたわ。音つながってなかったんだね。はい。諸事情によりちょっと遅くなりました。申し訳ないです。今飯食い終わったところっすね。毎度恒例のね、スパーリング動画を撮ってきましたので、皆さんで一緒に見ていけたらななんて思ってます。練習どうだった？練習配信見た？みんな見たのかな？どうなんだろう。ね、どうなるか。どんな評判なんだろうか。どうだった？練習。辰彦の練習会。楽しめた？じゃあ解説枠やっていきましょうか、早速。やっていきます。じゃあ、キャプりますね。キャプチャーに変えて、これかな？見えてる。じゃあ、流します。まあ皆さんでね、高画質で撮ってきたんで、一緒に見れればなと思ってます。いい音してるね。この辺飛ばしていいかな。これがめちゃめちゃきつかった、この基礎練。もう地獄だったんだけど、マジで。これめちゃくちゃきついよ。いや、アメリカ人と立つ人相当やばいトレーニングやってるよ。これ3倍ぐらいの量でやってるって言ったらもう、ありえねえよ。多いよね。超きつかった。いや、本格的にやってる人はそういうもんなのかね。もう吐きそうだったもん。きつかったわ。おお、琴音さん、こんばんは。楽しんでいってください。俺マジできつかったな。思考がきつすぎる。
ナウじゃないよ。解説枠って書いてあるでしょ。ナウじゃない。こんな夜中にやらないよ。夜中の1時にトレーニングしないよ。この青いトラン、あの青と白の人めちゃめちゃ強かったよ。トッツァンさん、トッツァンさん、めちゃくちゃきつかった。あー、達彦ありがとうね。 YouTube あのアップしてる最中なんで、はい、アップロードしたらみんなに配ってあげてください。きつかったよ、達ありがとうね。今日はお世話になりました。こちらこそありがとう。男に生まれたら強い男。いやーどうだろう。太もも限界も。太もも限界。安定感あるので良かったかもな。ジャンプからの思考が1分インターバルって言ってんのか。続けちゃってたわ。達彦は、右奥にいるあの楽天の三木谷さんみたいな人ね。あの楽天の経営者みたいな感じの雰囲気の人ね。一番右で指示を出してる人が主催。偉い人オーラ、できる男だよ。優しくていい男だよ。シコ、これもう限界だった。これシコ100回、金持ちオーラが出てる。ゆうゆうね、ゆうゆう会いたかったな。のんちゃんね、体調良くなってね、ゆうゆうね、うん、まあ金持ちっぽい顔してるよね。いいオーラを持ってるよ、達彦。
マジで空気がすごかったよね。なんでジムってもわっとするんだろう。あ、もう限界来てるね。これこれやってごらん、マジできついよ。100回、スクワットよりきつい。すごいシュールな絵だな。いや、これは太ももに負荷かけてるの、負荷は。な、思考は。太ももがもうパンパンに腫れ上がってくの。土台作りだね。足腰鍛えてる感じ。これトレーニングです。これがマッハ流だね。これきついよ。この後が地獄。この後地獄来るから。やってごらん。100回やってごらん、マジで地獄だよこれ。この後地獄が来るの。この後地獄。やばい、これやばいよ。これ痛かったな。きつかったなこれ。いまだに痛えもん。これマジでね、水10杯以上飲んだけど、コップでずっと口が乾くの。脱水症状起こしちゃって、のんちゃんがスポーツドリンク最後飲むまで、スポーツドリンク飲む前ずっと口がカラッカラだった。危なかった、本当に。すげえ辛かった。
ミッド打ちに飛ばすかが。ミッド打ち。何やってんの。もう俺ここでへばってるから。もう実践行く？実践行こうか。まあミッド打ちがあるか。ミッド打ち見ようか。これでバランスが崩れる。でもつま先立ちすると力が入る。あ、いいっすよ。はい。その力で体を支えて。でミドルも範囲も全部一緒で、結局この回して。はい。イゴール、いや、タツイフ強いよ。ローテーションで、聞いてくださいね。ローテーションでずっとバンバン回していくんで、だからもう、1分のインターバル入ったらもうすぐグローブつけて、もうダラダラつけて、バックつけて。グローブつけてみますか。つけます。グローブ？いや、まあ、フックの時に、ちょっと回します。フックの時、回しますか。え、フックの時、パス回しますね。回すんすか。すみません。パスですか。あの、まあ、この、あれじゃないですか。ここ入る時に、こっちに回すんですよ。結局、こう折った時に、これは腕が回ってる。で、これをこっちに回したら多分、これを意識しようか。こう回るじゃん。大丈夫こっちに、ここだろ。おぉタンスが合って、右で投げる。で、このミットはだいぶ体が温めて軽くみたいに、マスパー、マスパーなんで。はい、風船ありがとう、千代子さん。いつもありがとうね。千代子さん、ありがとう。大丈夫のんちゃん。強度ですよ。右膝が良くないから。どうですか。グローブでも、あ、グローブだろう今。みんなグローブだけつけてね。すぐ、もうパパンって。で、最後やっぱキックまで入れて終わりたいと思うんで。ワンツーでも、最後はスリーで終わります。最後ありがとう。ピンクのグローブ、辰彦の所有物だね、これは。辰彦の。奥さんが選んでくれたらしいよ。ピンクのグローブは。正直です。これはダダラでも、このパンパンでもないで、このローだけもうカットされやんぐらいのスピードで、このワン
ンツーの時も、はい、OK です。例えば、はい、はい、OK です。こうじゃまして、はい、はい、OK、たまにと、本当は、はい、タイムを終わらなくなるのに、なるべく相手をね、はい、はい、メインところ行ったと、手を上げやすい。はい、アゴとかはやっぱ食らうけど、はい、それじゃなくて、このは、この辺来て、こういう、ローを見るんだっていう、はい、ね、はい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 、OK、長いからあれだね、試合まで飛ばそうか。あーでもあれだね、胸筋さんの動き、この人、いやずっとやってる総合の人だから見ようか。胸筋さんの動き見よう。行きますか。ちょっと顔当てていいんで、それなぜかって言ったら、その顔当てちょっとだけ当てもらっても、フカパやってたじゃん。みんな絶対大事じゃん。絶対もう、あ、うわーってなるから、こんなに。だからもう、ちょっとで当たっても常にこう、冷静に折れるように。そうですね、フカパっすね、完全に自分は。だから、辰彦はフカパ結構やってくれたんですよね。今日アッパー服結構使いましたよ。いやだからまあミット持つ人の指示だから、それは。予選は俺ないよ。予選はない。俺は本チャンで出るかダメかの2択。もう一回見る、はいはい、アッパーフックじゃ最後に。ちょっと待ってね、アッパーフックが見たいっていうことなんで、これワンツーね。ワンツーは正直です。この後かな。カットされやんぐらいのスピード。アッパーからのフック、右アッパーからのフック。右アッパーフック。右アッパーフック。こんな感じだね。戻ります。顎にピタってつけちゃった。
まあそうだね、マックさんの言う通りだね、本当に。だからね、結局土壇場の要素みたいなのもあるんだよ。精神力大事だよね、格闘技は。いや、上がっちゃうとか、その試合の空気に飲まれるんだよね。だからその心の強さは本当大事だよね。心が強くないとできない。うん、やっぱその本番って難しいよ、やっぱ。次は俺かな。はい。次は俺か。俺とアメリカ人だよな。緊張するな。どんな動きだったかな。あ、ごめん。手出します。今手出します。どうぞ。
アウトボックスの方が得意なのかな、ワイヤーで。はい、ガードバッ、はい、ガードしてくれたんで、こっちもフローに、こっちもフローに。はいやー、はいやいやいや、はい、ナイス、はい、やそう、片付け、片付け、うまいっすよね。打ち終わり狙ってますもんね。あ、危ない。ダウン、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 足が弱いっすね、意外に。あんまり効かないどころか、本当はやっちゃダメなレベル。倒れあんだらいい、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 はい、もっと手出して、はい、倒れあんだらいいで、もっと強く強く、はい、はい、貫通が2月って言われてる。右足、右足、
次は次は誰だ、達彦と星屑さん。飲み物あ、なんかちょうだい。コーヒーがいいな、ホットコーヒーがいい。うん、おお、うまいね。いいミーロキック。まあ蹴り使われると、蹴り使えないと厳しいよな。踏ん張れないかな。組み立てができないよね、やっぱ。おお、あぶ、カウンター取った。すげえな。勘がいい。さすが経験者。さすが主催。不意打ち。油断させて不意打ち。余裕がある。このね、トッツァンっていう青と白の人いるじゃん、めちゃくちゃ強い。びっくりした。手加減されてあんなにレベル違うんだと思って、本当にやってる人全然違うの。ビビった、本当に。さっきの膝蹴りの練習も突き刺すような。あ、そうそうそう、見てた、青空さん。すごいね。そう、なんつうの、ちゃんとしてる。ただ足上げてって、膝上げてっていうのも、ちゃんと膝蹴りの膝だったもんね。相手がかがむと膝入れたくなっちゃうんだよな、反射で。癖になってて、アメリカ人にね、2回も入れちゃったんだよね。申し訳ない。綺麗だったよね。あ、見てた、やっぱり青空さん。そう。いや、もうボッコボコっつうか、もう何にもできなかった。何にもできなかった。この人、あの、青山のリア友なんですよ。テレチャンピンのリア友で。この人すごい。このレフェリーやってる人。頑張れ頑張れ。スタンディングダウンだ。いや、別格っつうか、もう何年もやってるんだって。足かばってる。いやいやいや、かばってるでしょ、そりゃ。だって本当はダメなんだから。いや、でもよくあれ、うん、いや、達彦やっぱ強いよね。っていうか、このとっさんでいいの、達彦。とっさんだっけ、とっさんだっけ、とっさん、この人何さんだっけ、この人。とっさんだっけ、とっさんだっけ。この人めちゃめちゃうまい。とっさん、とっさん。あ、ありがとう、いただきます。ありがとうございます。とっさんだっけ、とっさんだっけ。
この人すごい。とっちゃんね。とっちゃん。全然違った。とっちゃんね。とっちゃん、マジでね、結構惚れた。すげえと思って。イケメンなんだよ。三重からわざわざ来てくれたんだよ。画質神、ありがとう TK。配信機材はこだわってますせい。そうだね、画角がね、リング広くて難しかったんだけどね。もっと上から撮りたかったんだけど。そうだよ、この企画のために三重からわざわざ来てくれたんだよ、この人。で、胸筋さんも総合の人だから強い人だよ、この人。マジだよ。いや、愛だよね、愛。こういうのは配信者一番嬉しいよ。わざわざ遠くから来てくれて。そんな弱くないわけ。3秒で負けとったんや。 YouTube 上がってんぞ。上行ったやつ、お前ビギンな、ビギンな、コメントでできるな。マスってこれでしょ。そうですよね、これですよね。おかしいよね、これですよね。おかしいよ。俺も思った。俺もこれで、これで来ると思ってたんだもん。だってね、さっき握ってなかったもんな。そうだそうだ。おかしいだろ。クレームが、クレームが入りました。クレームが。いやいやいや、これ録画です。はい、ワンワンさんいらっしゃい。さすがにこんな夜中にやらないわ。アホすぎるぞ。録画録画。あー、とっちゃんありがとう。めちゃめちゃ勉強になりました。とっちゃんありがとうございます。ありがとう。勉強、本当に勉強になりました。ファンになりました。お互い、敵みたいにしばき合うときある。いや、なんかね、俺がね、じゃあこれね、ドレさんのせいなんだけど、このクレーム言っていい？あのね、ドレさんにボコられすぎてて、そのマススパーっていう概念がないの。その3ヶ月間の練習で。もうひたすらフルボッコにされてきたから、こういうもんだと体がもう染みついちゃってて、こういうのができないんだよ、俺。覚えないとね。ゴリラさんお疲れっす。都内だよ。ワイヤーでか、練習参加するたびに良くなってってる。おお、大丈夫大丈夫。カウンター打たれ慣れ必要なんじゃ。カウンター何発ももらってる。サウスポー練習になる。ワイヤーでもサウスポーだし、あとクモンリュウもサウスポーだね。いや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 、そんなそんな。いやもうね、やってる人の動きっていうのがよく分かった。とっちゃんの、あ、やってる人ってこういう動きなんだっていう。そりゃもう、そりゃもうですよ。もう体感で分かったのが良かった。それがね、対戦相手の青山のね、友達だっていうのもなんか縁だなと思って。イケメンだし。じゃあ次は、誰いますか。パンさんいらっしゃい。まあ、画質の和道ですから。楽しんでてね。もうね、あの、ジャブから、ジャブが当たったと思って気づいた時には左フックが入ってたんだよね。びっくりしたよ。タンタンって入んの。タンタンってジャブが、ジャブフックがビビったよな。父ちゃん、クモンリュウジム行ってから2、3ヶ月だけど、あんま
いや、ここまで強くなったらもう素人じゃ太刀打ちできない。本当にもうがっつりやってた人、この人はいいよね。シンプルで分かりやすくていいよね、こういう世界は。もうこの人すごいんだっていうのが、もういかに積み上げてきたかが全部分かるの。本当に蹴りも違うんだよ、パンチも違う、全部違う、膝蹴りも。これがとっちゃんね、今コメント打ってくれてるとっちゃんなんだけど、マジ強え。これね、もうはっきり言って3割ぐらいの力でやってんだけど、もう絶対勝てないっていう、今の俺じゃ絶対勝てないってわかんの。いやマジで、いやもうね、間合いが違うのよ、入れないの。ほら距離が違うのよ、ほらこれ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 、やばいでしょ今の。これちょっと待って、どうやって打ったんだろう、もう一回見せて、ちょっと研究させて。今のね、あれビビったんだよな、本当にパンパンって。違い全然違うでしょ。しかもこれ痛くないんだよ、びっくりしたのが、このスピードで打ってて全然痛くないの。なんか触ってるの、超手加減してんの、すげえとか思って。ほらカウンター入っても空いてるところに全部打たれちゃうの。右左フックで払われたでしょ。もうだから超勉強になるの、ここ空いてるよって教えてくれるの。しかも考えてとかじゃなくて、もう反射でなるのよ。ほらすげえのレベル差が。で顔振ると今度は足で来るから、もうね、要はね、そんなの通用しないよって言ってんだよもう。だから入れないのもう。だからローで多分じわじわもうやられちゃうよねこんな。そう、突っ込んでもあっさり出されるから潰せないのもう。ほらほら避けられちゃう全部ほら。でももうビタビタにくっついたクリンチで投げられちゃうし、どうすりゃいいのこれみたいな。うますぎ。もうでもう手加減も全部わかるのよ、触ってるから。これ振り抜かれたらもうね、もう瞬殺でこんなの。超感動した今日。アメリカ人みたいにバチバチ言ってるよ。俺はもうバチバチ言ってるよ。もうどうしたらいいか分かんないんだもん。ほら、避けられちゃうのよ。どうしていいか分かんない。スタミナどんどん削られるし。遊ばれてんのだから。先輩の仕事みたいな。ほら。遊ばれてる。こっちは本気なのに、もう大人と子供状態なの。大人と子供だよ。そう。すげえよな。これはすごいね。ちょ、もう一回見ていい？もうちょっとこれ勉強になりすぎるから、ちょっともう一回見せて。これすごいよな。全然レベルが違うよね。肌から見ててもうああこれはもう大人と子供だわっていうさ。ああ、自分の損ですよね、動画になかなか撮らないですもんね。いやこれは今コメント打ってるとっちゃんとっちゃんとっちゃん、いやすごいよこの人、強い強い。だからこの人のガチの動き見たいよね、この そのレベルの人、やってる人のレベルで。わかんない、聞いてみて、コメント打ってるからとっちゃんだから、キャリアわかんないけど、もう やってる人だってわかったよ。そのなんつうんだ、体系的にやってる人っつうか、ちゃんと習ってる人だから、空手で言ったら黒帯とかじゃないの。
だって蹴りが綺麗だもん。どうなんだろうね。俺がちゃんとしたジムに通った経験がないっていうのがでかいんだろうけど。うわ、うまい。早いよね。そう、そんな痛くないでしょって。いや、わかんない。謎。初めて会って、なんだこの人みたいな。柔道3年、柔術2年、ムエタイ2年、総合2年。ガチ勢じゃん。出た、ガチ勢。しかも、経歴的に言ったら、寝技の方が得意な経歴っていうね。まさかの。センスの塊っつうかね。だからまあ、こういう人からしたら捨て頃何なんだよって感じだよね、本当に。笑わせんなって思うよな。頑張らないとね。何でもできる。全力で追っかけてんの分かるでしょ。全力で追っかけてんだよ。もう、これもうやられると思って。だけどもういなされるの。パンチが当たんないの。格の違いってやつはな、総合格闘家だね。え、でもテルとリアトモってことは若いんじゃないの？うん。いやだから本気でやってるんでしょ。そのフィットネス感覚じゃないんでしょ。もうそのちゃんとしたジムなんで。当たんない。え、同い年なんだ。すげえ。あ、言ってた。思い出した。テルが地元にやべえやついるって言ってた人じゃねえ、もしかして。テルが地元にやべえやつがいるっつって。なんか、その、喧嘩とかはしないんだけど、地元の、その、テルとかやんちゃじゃん。やんちゃのやつが、なんつうの？その、やんちゃなやつでも、その、勝てない、やべえやつがいるっつったの、とっつぁんのことだ。ちょっともう一回頭から見ようか。うん。とっちゃんのことだったんじゃね？もしかして。テルが言ってたわ。あ、俺今教えてもらってて、って。もう2分半ですか？その人だ。それだ。謎が解けた。これだ。そう、なんかガチのやつがいるっつってすげえ強えのに習ってっから。いや運動神経いいでしょ。つながったね。つながったわ。え、先生っていうか地元に帰った時ちょっと教えてもらってるって言ってて、何事よく分かんなかったからふーんって言ってたけど謎が解けたわ。顔振ると蹴りがくんだよ。いや、めちゃくちゃ強えよ本当に。もう手抜かれてんの分かんの？3割とかでやられてるのが、こっち8割とかなのに、そう太刀打ち全然できないの。わかる。必死でしょ、動きが。だけど、そう、フットワークとかでかわされるの、全部。早い。で、これも、その、すごい回転系のなんかで、その、いなし方？ムエタイ式の。だからゴロンって転がされるの。首相撲とかもできるんだよ。体感全然違うよね。うん。いやー、わかんない。謎。でもあれだね、コーナーに追い込まれた時こうやって掴んじゃえばいいんだね。ラッシュが来てもフックみたいにグッて引っ掛ければいいんだね。勉強になる。空振りの連続。空振り疲れんだよ。いや、マジでかっこよかった。はよ。遊ばれ。何やっとんの。いやー、この人すごいね、本当にね、とっちゃんね。
いや俺75、あ、じゃあ72、今日測ったら72だったこれはすごいね。え、これプロ、プロとかいけないのかね、このレベルで。だからすごい世界なんだよ多分。まあほら経歴とかよくわかんないけどね、えとっちゃんの。そうしたらね、俺が倒れてる時にアメリカ人がね、好きあらばっつってね、攻撃しかけてくるんだよね。いや10キロっつっても脂肪10キロだもん俺。アメジン痛いよ。痛いじゃん。アメジンがとどめを刺しに来たんだよ。さっきの裏見て。やめて。アメジン。アメジン。痛い。アメジン痛いよ。アメジン。うめえ。やべ。よっちゃん。ラスト16分。動けない。おじさん動けない。あ、こちらの方がしかった。もううめ。左の方。もう動けないからみんなが取ってくれてる。みんなが取ってくれる。うま。よっしゃ。じゃんけんじゃんけんじゃんけん。はい。あいこでしょ。タツヒコパンチ力どうなんすか。いや、この人に教わりたいけど、三重の人なのよ。三重からわざわざ来てくれたから。じゃんけんぽい。よっしゃ。じゃんけんぽい。よっしゃ。もうボディ。じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。いいって。なんだこの遊び。うわ、おもえぐ。聞いてきてる。お互い聞いてきてる。いぐ。辰彦打たれ強いんだよ。あ、勝った。辰彦が勝った。辰彦強いよね、打たれ強いんだよね、うん、そうそうそう、こういうの面白いよね。いやー、やっぱ鍛えてるからね、二人ともガチ勢だから。ちょっとのんちゃん、音が聞こえないんだって。何年付き合ってんのよ、もう。何、動画のでずっとお腹を殴り続けてるやつあったじゃん。何それ。え、お笑いのさ、なんか、あ、はい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 、サタね、バッドボーイズのサタと、あのツイッターのやつね、あれみたいだった。うん、うん、何時からやってるの。ね、夜の7時から9時ぐらいまでやったかな。これ最後のジムね、みんなでほんまで、最後が誰でやったんだろう。最後のスパーがもう一本あるはずなんだよね。誰だろう、胸筋さんかな、辰彦か、誰だこれだ。あ、終わりか、終わりだわ。もう一回アメジンと俺のやつ見ていい。辰彦ね、顎も強えんだけどね、ドレさんが心配するぐらいノーガードでレイセフォンみたいに戦うのだからね、みんな心配してる。辰彦は寿命短いと思う。あのね、実はね、顎も強いんだよ。顎も強いので、なんか殴られてお酒飲むの気持ちいいっつってガンガン飲むよ、練習後に。あのね、辰彦はね、すぐポックリ行くと思うよ、いつか。みんなでやめろやめろっつって。うん、顎が強いんでしょ、もともと。そう、防御力が高いんじゃない、強みなんでしょ。殴られてお酒飲む気持ちいいと正気か。だから地下格闘技系だからですよ、クンニマンさん。みんな止めてんのよ、本当に。あの殴られ方で危ないよっつって、うん、で、殴られた後に酒飲むの大好きなんですよっつって。
あの、パンチドランカーですよ、本当の。すごいよね。辰彦はだからもう足いかに早く直すかだよね。アドさんも肩ができつつあるから、そうっすね。だいたいもうアウトボックスできないっていうのと、だんだん分かってきたんで、あと練習っすね、ただ単に。もう正直肉、もう捨て頃からずっとやってないんで、ひどいっす。もう練習あるのみっすね、決まったら。でもあのサンドバッグ持ってもらった時、この画面の裏側でとっちゃんさんに教えてもらった、あれワンツー左左はもう徹底してやりますね。ワンツー左左か、もしくは左左左左ローとか、もう左っすね。ボディからの連携、あれゆっくり練習して、あの早く打てるように極めます。武器にします、ちゃんと。まあ、だから逆にもうなんか下手なことをできない、もう追っかけてコンパクトなパンチとちゃんとパンチ打てるようになるしかないっていう。もうだからステータス極振り、極振りでいきます僕は。足腰鍛えた走って、でもアメジン強かったぜ。みんななんか辰彦って言ってるけど、アメジン、あの、トレーニングしっかりやってるから、足腰の土台良かったよ。楽しめると思うよ、予選。俺だって未だに、右フック痛いもん。左のテンプル痛いもん。パンチ重いよ。ローも良かったし、ね、うん、あ、でも総合ルールっていうのもあるしね。あとプラス総合全く分かんないから、ひょうきんさんにもいつかやってもらいたいな、教えてもらいたいな。ひょうきんさんも強えかんな。振り抜いてはいないけど結構重かったよ。できてねえな、まずいな、あれは。インローは得意なんだよな、前から。インローは絶対入るんだよね。だから、ヒカルくんのリスナーさんに教えてもらった技なんだよね、これ。アメジン腰悪い。前かがみになれないの。反り腰ってやつ。これ、持病だね。前かがみになれない。だから、反り腰なんだよね。そう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 、そうアメジンは それも生まれ持ってだからしょうがないの。前かがみになれないんだ、反り腰ってやつ。うん、それもあるしね。実はね、アメリカ人ね、病気を持ってて本当は運動しちゃいけないんだよ。腸の病気で、なんかが作れないの。だからめちゃめちゃ頑張ってんだよ、命削ってやってっかんね。運動ダメなんだよ、アメリカ人やったら。それなのにこんなハードなのやってんだよ。だから本気だよ、アメリカ人。気合入ってるよ。この後の左フックかな。これ。今の左フックで、ぐらついてんの。これだね。今、頭が痛いの、今のフックだな。これだわ。分かった。ちょっと、研究させて。あ、これじゃない。この後だ。これどこだ？ちょっともう一回見せて。なんかね、左のテンプルが痛いんだよね。
グラグラしたんだよね。潰瘍性大腸炎だか分かんないけど、なんかが作れないの、体の中で。生成ができないの。激しい運動ダメなの。運動会とかも、だから全部見学だったんだって。マラソン大会とか。だから、リスナーさんのために命張ってんだよ。体張ってるんだよ。そう。まあ、詳しい病名分かんないけど。まあ、本人あんま言いたがんないかもしんないから、忘れて。あとね、面白いのがね、アメリカ人ガチ勢だからね、ステロイド飲んでますね。便所さんからドラッグ OK って聞いてるんで、ステロイドを摂取してます。だから、達彦本気で倒すためにね、命を削ってやってますよ。ジャックハンマーだよ、ジャックハンマー。笑うでしょ。アメリカ人だから筋肉カチカチになってきてんの。時間が足りないっつってステロイド飲んでっからね。そう、本ガチで飲んでるからね、うん、そうなんだよね、パンチの時にやっぱ下がっちゃうんだよね、うん、アメジン普通に強いと思うよ、ね、寝技が得意らしいから。アメリカ人冷静だしね、このクレバーさも武器だよ、熱くならないっていう。悪くないと思うけどな。まあ、お楽しみいただけたでしょうか。まあこんな感じだったかな。あとはまあその寝技の研究とかをやってたんかな。でそのまま多分片付けだから、うん、終わりだね、うん、片付けだから、ほら片付け見よう。片付け蹴りたいですね、蹴れないパソコン、これあレッツオートですね、一番軽いやつです、フォト配信最強っすね、みんな持ってるやつ。これよりでかいやつが定番っすね。はい、家で配信してるのはこれ、あ、これなんですか。はい、もっとでかい本当デスクトップじゃなくて、少ないです、今これ一発で全部やってますね。きつかったなぁ。絶対顎締めてもステゴロってヒゲ OK なの？ヒゲ NG だったら俺出ないわ。ヒゲ OK？ ボクシングでも OK でしょ？ボクサーでヒゲ生やしてる人とかいるでしょ？ダメなの？では YouTube をご覧の皆さんすいません、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりね、パンチもらいすぎて寄り目がちょっとひどくなってるね。はい、ということでした。皆さんお疲れ様です。本当超疲れました。お疲れっす。いやー、きつかったな。 YouTube にね、動画上げてあるんで、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。下のテロップに書いてある URL がそのYouTube のチャンネルなんで、今回の動画あるんで。逆にヒゲダメなスポーツあるんですかっていうね、うん、アマチュアはヒゲダメでプロは OK だった。そうなんだ。あ、まあ学生がやったりとかね、スポーツの側面大きいからね、あるんだね。アマチュアダメなんだ。みんなチャンネル登録お願いしますね。 YouTube も、もしよかったらふわっちもフォローぜひぜひお願いします。で、皆さんに報告なんですけど、石野くん、シャバに出てきました。でですね、石野くんが逮捕された原因が分かりました。分かりましたよ。分かりました。ついに分かりました。いやー大変だった。
便所さんのところとっちゃんあれじゃん、名前上がってるじゃん。便所さんのところであの強いの誰だってなってるよ。とっちゃんいる今？とっちゃん見てる俺の放送？便所さんのところで名前上がってるよ、あいつ誰だみたいになってるよ。スカウト組んじゃないの便所さん。無所入ってた、何の話？無所います？便所さんのところでみんながとっちゃんとっちゃんって言ってるよ。便所さんのところ行ってきな、うん、行ってきな、コメント打ってきな、多分何かしらのアクションあると思うよ。行ってきなよ、せっかくだから。今400人、450人見てる前でコメントでとっちゃんとっちゃんって過去の方に書いてあったから、多分なんか話題になってるんだと思うよ。どんな話題か分かんないけど、うん、とっちゃんですとっちゃんです書いてある。すごいことになってるよ。どれさんの相手見つかった？どれさんの、いや、体重差が60キロと80キロと身長差があるからない。多分カズ軍曹とかそのクモン流あたりは体重が合うからぶつけられる可能性はあるけど、それがね、とっちゃん実は配信者なんだけど、閲覧が20以上になったら配信切るの。大手になりたくないから。そう、だから配信は趣味でやってるんでしょ。大手になりたくないっつって閲覧20以上になった瞬間枠を切る人は完全趣味の人。配信者なんだよ、隠れ配信者。増えちゃうね、これファンが増えるよ、イケメンだし。いやー疲れた本当に。いやスポーツはいいね、スポーツはいい。スポーツはいいや。おじさん壊れちゃうよ、おじさん。あ、動画完成しましたね、これです。この動画いいねボタン押してください。このボタン、いいねボタンお願いします。これ辰彦にも配ろう。
じゃあ私は疲れたのでそろそろ皆さん寝ますね。みんなありがとう。お疲れ様です。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。